はい、神チューブの神の伊藤です。今回は前回の僕の動画の一番くじエヴァンゲリオンヒロインズで皆さんにくじ引き動画の方を見ていただいたんですが、まあ、その中でね、なんとかゲットしたこの B 賞の綾波レイのフィギュア、今日はねこちらの方を皆さんと一緒に開封して見ていきたいと思いますね。もうツイッターとかでも皆さんのツイート見てて、やはりねサイズがすごいとか、もうアスカも綾波も可愛いとか、もうそういったあのコメントをたくさん見てますんで、僕もねこれ早く開封して、まあ、どういう綾波が入ってるのかとかね、もちろんフィギュアなんでやっぱ造形とかもすごい気になりますんで、まあ、そういったところも皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。それではこちらの方開けていきましょう。が4分の1スケールのフィギュアだなっていう感じ、もうほんと迫力がすごいなと思いますし、やっぱりエヴァのね4分の1スケールのフィギュアといえば、もう僕はねやっぱり真っ先に浮かぶのがもうベルファインさんのあのテスト用フラッグスーツのアスカ、もうあの4分の1スケールのフィギュアがすごくね頭に浮かぶんですけど、もちろんねあのアスカに関しては直立してるんで、もちろんこの綾波よりもサイズは大きく見えます。なんですけどね、これしっかり4分の1あるなっていう風に思いますよね。いやもうほんとねすごいなと思います。ついにね、この一番くじでね、このフィギュアが4分の1スケールで出てくるっていうのがね、もう本当にすごいなと思いますし、またね、このクォーターインパクト、これシリーズ化していくという話なんで、おそらくこれからマリさんであったりとか、まあ、綾波レイ、カッコ、歌唱、そして白、フラッグスーツのアスカ、マリとか、そしたらシンジ君、カオル君とかね、まあそういった感じでどんどんシリーズ化していくんじゃないのかなと、むしろね、これはシリーズ化してほしいなと思いますね。いやもう本当こうやってくると、アスカが欲しくなりますね。もう気になる造形の方なんですけど、もう僕の第一印象から言うと、このね、綾波の表情が、まあ、どことなくね、寿屋さんのあの石化したエヴァシリーズに載ってる、あの機体シリーズですよね。あれの綾波に少し顔が似ているかなっていう風に感じましたね。いや、全然本当にこれは可愛いなと思います。またね、この塗装の方なんですけど、この髪の毛がね、グラデーションプラスクリアパーツという感じになってて、すっごくいいですね。綺麗な感じ。まさに綾波の髪の毛の色っていうのをね、しっかりと表現されているなっていうふうに思います。またこのプラグスーツの塗装に関しても、やっぱね、これ4分の1スケールなんで、そこまでこう、ムラっていうのがないなっていうふうに思いますね。逆に塗りやすいのかなっていうふうに思うんで、もうしっかりと僕のやつは塗られていますね。なんですけど、僕もツイッターとかでも DM で結構ね、またこれいただいたんですよ。またね、ちょっとね、初期不良というか、まあ、色ムラがあったりとか、傷とか汚れとかあるんですけど、伊藤さんの綾波どうでしたみたいな感じの質問も受けています。僕のはね、幸いそこまで、まあ、目立つ汚れとか、傷とかはないんで、まあ、あれなんですけど、もしもね本当に気になる方はバンダイさんに問い合わせて、あの返品交換対応っていう形で、まあやった方がいいのかなっていうふうに思いますね。もうせっかくね一生懸命一番くじ引いて、まあね、こうなんかちょっとムラがあったりとか、まあ、汚れがあったりするのもねすごく悲しくなりますし、やっぱりフィギュアとしてのこの愛着っていうところも少しねなくなってしまうっていうところもあるかもしれませんので、まあ、しっかりとしたものをまあ交換してもらって送ってもらうのもありかなっていうふうに思いますね。ただね、僕のこの綾波に関してはちょっとねこの座ってるんですけど、コロンとねこう寝転がってしまう綾波になってるんで、そういったところもちょっと気になるんで、僕もそういったところをちょっとねバンダイさんに問い合わせてみようかなっていうふうに思いますね。あとはねもう本当に何の申し分もないなって感じがしますね。めちゃめちゃ可愛い綾波だなって思います。顔がねすっごく可愛いですね。まあ、やっぱこうやってくると本当にアスカ、そしてラストワンのアスカも欲しくなるなって思いますんで、まあ、僕もこれもうメルカリとかね、まあ、そういったところで探して買おうと思ってますね。もう少し時期が待てばおそらく値段の方もまた落ち着いてくると思いますんで、まあ、そこら辺で僕も買おうと思いますね。皆さんもねぜひともこのエヴァの一番くじ紙残りの店舗さん今ならあるかもしれませんので、もしも見つけた時にはぜひとも積極的にこの綾波アスカゲットしてほしいと思いますね。またこれから2月5月ともうエヴァは激アツな一番くじがどんどん続いていきますし、おそらく5月以降もこのクォーターインパクトであったりとか、またいろんなねこのエヴァの一番くじやってくると思いますんで、またそういったところも楽しみにしていきたいと思いますし、僕もどんどんそういったところの動画にしていきたいと思いますんで、また皆さんそういうところ見てほしいと思いますね。いやでも本当にこの綾波に関しては僕はもう本当に100点をつけたいなっていうぐらい可愛いですし、このサイズ感、そしてこの4分の1ですからね、もうこれをね出してくれた一番くじさんに僕は感謝したいなと思いますね。はい、簡単でしたが今回はこちらの方でお忘れいただけます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。